中学高校時代よく聞かれた田園交響曲の、一楽章ということなんですけれども、これはまあ、立ったら立ったを、今のミニマル音楽と考えて、そこに勝手にアドリブを加えちゃうと、重ねてね、上に。で、みんなで遊んじゃおうという、そういうジャズ的な発想ですね。運命と田園というのは、同時に作曲してるんですね、1807、8年に。だから、一時期、1807年の秋には、机の上に運命の7割方できた運命と、もう田園の書き始めと同時にスコアが進行してて、今日はこっち行こうこっちみたいな、そういった状況で生まれてまして、両方とも4分の2拍子なんですよね。それで両方とも頭8分9分で、その後8分音符3つで始まるんですね。ダラーラですね、ダラーラっていうのとタタタっていうのと、それで冒頭の開始からベルマータがつくなんてハイドン・モーツァルトじゃないわけですけど、でもダリテッド・ティラロとダッド・ター・ティラとは、そういえばそこベルマータがつくんですね。ですから同じ時期の、曲でやっぱりどこかですね、通じるところ、運命では三四楽章がつながって四楽章の中に三楽章が戻ってきますが、田園では三四五楽章がつながるんですね。連音が多くて雨が降ってきて嵐になって、嵐が過ぎて感謝の歌で終わる五楽章までずっとつながってますので、これやはり同じ時期の運命と田園っていうのは二卵性のソーセージみたいなところ、同じような DNA が流れてるんです。そうか、運命の僕のアイデアで、これは昔題名のない音楽会の時に、相島さんの時代ですか、オーケストラに入って何かやんなさいって言われて、運命に乱入しなさいって言われて、すごい人が当時に来たもんね、大原玲子さんだと思うんですが、それでもう面白いからダダダダーンジャラ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 ってそこの出だしだけね、すごくうまくはいったんですが、全体でこんなことをやらされるのはオーケーの人っていうのは嫌ですからねそれを察したコンサートマスターコンビスでしたけど、最後に握手しようとしたらそこからそういうすごいベートーベンではすごい経験を僕してるんですよ。そんなこともありましてね。でも今聞いてよかった、ダダダダーンジャラーっていう順だから、ダリロロラリラとダリロラリラダリラリラリラリって弾いちゃおうかな。そうですね、本当にそうですね。ダダダダーンっていうのも雷だとすれば伸びてる間に稲妻だとかいろんなことがいろいろできますね。できますね、あそこも。田園もそうだったのかな、ちょっとリハでやってみようかなあれスコア見るとですね、嵐のところはチェロとコントラバスがですね、チェロは多少らしいっていう4連なんですね、コントラバス多少らしいとパソラシとパソラシとって頭全部パなんですけれども、片っぽ5つで片っぽ4つですので、もう演奏者見てるとなんか不協和な状態だから地鳴りがしてるような雷のですね。なるほどね。当時パソラシとパソラシとしかもシガフナットのものを重ねて演奏されるなんてことは確かにベトミーがやりながらです。もうほとんどフリージャズに近い。フリージャズですねいやお話聞くと面白いことばっかりだな運命も一楽章からもそうなんですよ。それはだんだんの後に入れられると思いましてね、それで昔恥かいたこれも復習かなやってみたいなと。それで飛鳥さんの弦楽四重奏にお願いして、でそこは弾いてもらって、で弦楽四重奏とのやり合いですね、ああやってたらこっちは勝手にやるよと。やっぱり僕は勝手に何かやるよにも行き着くんですよ、ですからそこところを分かってくださって、喜んでくださるといいんですがね、ただベートーベンが実際はよくそんなことしてたというお話を聞いて、
少し安心しました。